ハインリヒ・ハウスラーは、オーストラリア、ニューサウスウェールズ州、インベレル出身の自転車競技選手。父親はオーストラリアに移住した、ドイツ人。母親は、オーストラリア人でドイツとオーストラリアの二重国籍を、持つ。1999年、15歳の時に、父の故郷であるドイツへ、プロ自転車選手を志すべく渡航。2000年2002年には、 国内選手権の個人タイムトライアルで優勝した。2005年、ケロル・シュタイナーと契約を結んで待望のプロ選手となった。2009年、同年シーズンに新たに結成されたばかりのサーベロテストチームに移籍。なお、2010年に生誕地、オーストラリアで開催されるロードレース世界選手権までにオーストラリア国籍を取得したい意向を持っていると、 伝えられていたが、同年7月、オーストラリアを国籍として、レース活動することが、サーベロテストチームから発表された。しかし、膝の故障が言えず、自国開催の世界選手権に出場することが、できなかった。2011年、ガーミン・サーベロニー席。2012年、2013年、2017年スプリンターとして、活躍する機会が多いが、ジュニア時代に、 国内選手権の個人 TT で優勝したり、ステージレースの個人 TT でも、比較的上位に食い込むことがあるなど、ある程度の独創力も合わせ持ち、三角もそれなりこなせると反力も持っている、万能型のスプリンターである。これらの能力を活かして、ステージレースでは、積極的に逃げ集団に加わって、勝利を目指したり、ワンデーレースでも安定した成績を収めている。 ライプハイマーのリーダーツオージーに戻るハウスラーサイクリングニュース2009年3月24日付記事ハインリヒハウスラーウィールレース4オーストラリアインザフューチャーセルベロニュース2010年7月7日付記事ありがとうございます